2P 側チャンピオン葵お頼申します。ワンピー側チャレンジャーアキラ、さあどんな展開になるのか。ファイト1レディーゴー。第1ラウンドがスタート。ゼ投げが失敗。ミドルキック葵体力が全く変質。やっと最大ダメージに近い。うまい。総運波霞連勝、これがヒット。大門長中やっと畳みかける。すげえ。新波距離を置いて、ここで KO。 ここまでどうです。ワンピー側のプレイヤーですが、攻撃によって効率よくダメージを与えてましたね。そうですか。これで安心しないで慎重に行くべきでしょうね。そうですね。ここからどうする。はい、これをガードした。決まった。投げていった。よろしく。勝負あった。セットカウントは1対1。青い一本取って追いついた。この後が重要ですね。ファイト3レディーゴー。第3ラウンドが始まりました。受け身を取った。両者手が出ないか。残り体力が少ない。ひじどうしたんだ。下段投げ。そうだった。セットカウントは1対2。青い続けて引き離した。いや、一気に畳みかけたいところですね。レディーゴー。第4ラウンドスタート。ここは抜けていった。うまい。鉄三個地上月追い打ち。よろけた。斜め打ち。チャンス接すんだ。よろけた。KO。今のラウンドを見てみましょう。青い危なげなく勝利。やりましょうか。